ガスト式は、主に航空機搭載の機関砲駆動方式である。原理は、第一次世界大戦末期の1918年に、ドイツのカール・ガストが開発した7 9 2ト、mm、ルガスト機銃だが、実戦には間に合わなかった。なお、ガストの故郷ドイツではこの方式を採用した機関銃や機関砲が後に開発されることはなかった。駆動原理は、 2丁の機関砲が、シーソー状のリンクで、平行連結され、交互に装填、発射を繰り返すことで高速発射を実現している。そのため、方針が2本あり、連想法に見えるが、2方針で1問である。実用化されたガスト式機関砲には、半導ド利用方式イコールリコイル式が使用されている。ガトリング方式機関砲よりは、軽量。 構造的に単純で信頼性が高く、リボルバーカノン式機関砲より、発射速度において勝るという長所がある。ただし、実在のガスト式機関砲の GSH-23 及び、GSH-30 からには、後継の割に非常に軽量である。開発元のドイツでは採用されず、現在は、ソビエト連邦を、 ロシア連邦で 23mm30mm 口径、mm、などで採用されているカノインザエアー4ありがとうございます